ついにこの時がやってきました。世界一の栄冠を勝ち取るのは一体どちらなのか。行け翼、我々の大きな夢を乗せ世界の大空に羽ばたけ翼よ。翼、さあ行こうみんな。もらった。余裕だな。今のわしに近寄るんじゃねえ。しまった。オフラン、よし、カミソリパスタ行くぞ。タケシ、ヒラカさん、入れ。あ、行け。俺たちの空中技ここだ。ナイスだ。ここからだ。全力で行くぞ。みんなこの調子で行くぞ。行こうみんな。俺たちの夢、全国制覇 V3 の夢に向かって。翼、約束通り応援に来たぜ。お前が大空翼か。この試合お前に活躍はさせん。キルト、行け。森崎、さっきと逆だ。逆に飛べ。何、俺は翼、一人でも高く飛ぶんだ。このままじゃ頭を。少しぐらい骨のあるところを見せてくれんと、何のためにわざわざ九州から出てきたかわからんたい。どうした翼。俺のドライブシュート、まず初めに食らうのは君たちだ。な、何。中盤を制する者が試合を制する。このチャンスに全てをかける。何。ダメだ、ロベルト、お前は本当にここまでなのか翼。行くぞ翼、最後の勝負だ。もうダメだと思った瞬間、ヒューガ君は俺にタイガーショットを打って俺を目覚めさせてくれた。俺はまだ終われないんだ。いっけ。何。どうしたら俺は翼に追いつける。ヒューガ君、これだ。これが翼のサッカー。何。いや、これが本当のサッカーだ。決めさせるか。見たか、これが俺の力だ。なんだって、フランス国際ジュニアユース大会が中止。大変だ。日本サッカーの成長にとってこのチャンスを逃すことは絶対にできません。そうだ、あいつをチームに入れたらどうだろう。改めて、俺がサッカー部キャプテンの松山だ。何があっても絶対に全勝したいからな。一言ではなかなか言いにくいかな。プレイするのはお前一人じゃない、みんながいるんだ。こんな遅くまで。君ならば僕が試合に出ていない間、武蔵中の選手たちを引っ張っていける。俺たちが最強だって分からせてやるからな。まさか本気でタックルに行くなんて。キャプテンの怪我が悪化したらどうするんだ。サッカーに年齢は関係ねえ。いいか、絶対に誰にも言うなよ。やった、本間さん、ナイスパスもらった。よし、行くぞ。よし、今だ。それ、俺たちの力を見ろ。その傲慢なまでの自信、まさに俺が求めていたライバルだ。そして新たなる大会へ向けての準備は着々と進行していた。やってきたぜアメリカ。俺も早く自分の力が試してみたい。アメリカで行われる新たなる世界大会、ジュニアユースワールドチャレンジ。それ、君のドライブシュート、打ってきたまえ。どんなシュートであろうと俺の黄金の右腕で止める。今日は勉強させてもらいます。勉強なんてそんな。だから
僕がみんなの良さを引き出せれば間違いなく勝てるんだよ。俺たちが必ずお前を輝かせるからな。サッカーは格闘技だぜ。思い知ったか日本、弱っちいお前たちじゃ俺を止めるなんて無理なんだよ。はあ、こんなもんか翼。怪我だけはさせないでくれよ。俺たちのことを舐め切ってる。今こそサッカーの母国の誇りを、俺たちの力を見せる時が来た。俺たちのスピードについて来られるかな。勝ちたきゃ俺にボールを集めな。ついて来られなさそうだな。ヒャッホー。フランスで行われるはずだった国際ジュニアユース大会、それを奪われた屈辱を晴らすためにな。今だみんな、制服だ。行くぞナポレオン。ああ、目指すは塔の頂上だ。カールはもう一人前の男だ。大丈夫さ。ミラ、任せたぞ。うん、みんな行くぞ。チーム全員で世界一を勝ち取るんだ。俺も今日は人生最高にマジで行きますよ。俺とシュナイダーさんでドイツを世界一に導きましょう。若林、ハンブルクでチームメイトだったお前とついに対決する時が来たら容赦はしないぞ日本。バンダイナムコ